オルデンブルク大公国の地図をオルデンブルク大公国国有鉄道はドイツ帝国北西部に所在していた帝国構成国の一つオルデンブルク大公国の国有鉄道会社であるドイツの処方と比較してオルデンブルクの最初の鉄道線は比較的遅く開通したこの人口密度が低く経済的にも貧しい地域では長い間これに加えて 隣接するハノーファー王国やプロイセン王国による鉄道計画も長い間実現を見ることはなかった。最終的に1864年になってプロイセンとオルデンブルクの間でブレーメンオルデンブルク線の建設に関する条約に合意した。同時にプロイセンはヘッペンとオルデンブルクを結ぶビルヘルムスハーフェン、オルデンブルク線の建設に参加することになった。 1864年に設立された大広国鉄道委員会は1867年4月1日にオルデンブルク大広国鉄道局となった。1866年11月17日に最初の区間としてオルデンブルクデルメンホルスト間が開通した。1867年7月にはブレーメンまで延長され、同年9月にヘッペンまでの全区間が完成した。 1869年には、ブレーメンとオルデンブルクを結ぶ、東西路線が、東ジュプロイ線量であった東フリースラントのレイヤまで、オルデンブルクレイア線として延長されて、ハノーファー西鉄道と接続し、1876年には、レイアフロー人間線により、オランダ鉄道とも接続した。1871年には、イエファーが、ザンデ経由で結ばれ、 1873年にはブラーケに、1875年にはノルデンハムに鉄道が通じた。また、南への重要な路線として、1876年には南部鉄道と呼ばれるオルデンブルクからクバーケンブリュックを経由して、レーデーライン線上のエファースブルクまでの路線が通じた。1897年にはイェファーから、 港町のハーレまでのイエファー・ハーレ線を1888年に開通させていたイエファー・カロリネンジール鉄道を買収した。同時にバンゲローゲ島前の船の運行が開始され、狂気のバンゲローゲ島鉄道が島に付設された。1920年にオルデンブルク大公国国有鉄道は新設されたドイツ国営鉄道に統合された。オルデンブルクの鉄道職員は、 オルデンブルクの鉄道局が廃止になった後は、ハノーファー、ハンブルク、ミュンスター、ウェストファリアのドイツ国鉄の管理局に配置された。1935年に、ミュンスターに、かつてのオルデンブルク出身の職員の記念碑が建てられている。ありがとうございます。